続いて挑戦してもらうのはカオリン。いやすごいなんかさハードル上がっちゃってさめっちゃいやいやどうなるのかなってすごく今思ってる。ドキドキだよ。目ガンギラキしてる。やばいやばい。なんだなんだ。鼻の穴すごいことなってんだけど。え待って私これどんなやつだったっけ。全然自分で見てないんだけど。いやなんかお目目パッチリで鼻の穴がなんかね結構印象的。結構印象的。開いちゃってる。本当？なんか、ね、いいですか。芸能人に似てる気がする。じゃあしずくちゃんにやっていただくシチュエーション三択はこちらです。お。うわ気になる。これです。えどういうこと、なんで爆笑してんの。これです。え何やばい3番やってほしいわ。え1番やってほしいわ。想像つくなよ3なのやばいの、うん、3めっちゃおもろいじゃん。え2も2も全然いけると思う。3やばいでしょ。えどういうこと何が来た怖っ。3やばいって。え3やばい。皆さん投票お願いします。いやこれはもうやばいね。えそんなにやばい。1は王道。1は王道。まあありそう。まあまあまあありそう。3はもうやばい。えどういうこと。なんかぶっ飛んでる。3はもう地球からいないね。カスミンの先よりぶっ飛んでる。そう3はもうなんか異次元って感じ。異次元。異次元だね。えどういうことどういうこと。なんかお2か3か2と3が多いですね。やっぱ2が3なんだよね。いいですか投票終了。皆さんの投票の結果、うん、まとめると、うん、3が多いらしいでございます。ね、えもうぶっ飛んでるやつじゃん。ね、ぶっ飛んでるやつ。えねもうぶっ飛んでるやつじゃん。面白さでいくなら3なんだけど、本当に、まあ、なんかドキドキ感味わんだったら2もありって感じだね。確かに。なるほど。ちょっとみんなさそうなん、まあそこ。みんなはまあちょっと3が見たいのね。基本的一番多かったのは3っぽいよ。ね、なるほど。どうですかね。誰でもいいよ。ね、えどう最終的な判断は私たちだから。え3がいい。3がいい。あのなんかもうスタッフさんがみんな3がいい。ぶっ飛んでるの見たいもんな。まあじゃあ3にしてもらうか。おはい。おしずちゃん決定しました。マジ怖。しずくちゃんにやっていただくシチュエーションは3番です。ということで、かおりん、はい、私を外してください。演技力が試されるぞ。ちょっと目慣れていただいて。いいですか。かおりんに挑戦していただくしずくちゃんのシチュエーションはこちら。二度見した。二度見した。ちょっと今チラッと見て二度見してたから。今ちょっと3番。宇宙旅行です。はあ、はい、バレンタインチョコを持って宇宙旅行中あなたにバレンタインチョコを渡す。しずくちゃん、よーいスタート。ふぅー浮いてる浮いてる浮いてんだ。無重力で浮いてるよ。浮いてんだな。はぁ、先輩との二人っきりの宇宙旅行すっごい楽しいなぁ。あ、先輩見てください、地球が見えますよ。地球見えるんだ、うん、壮大。地球は青かったんですね。先輩と二人っきりここに永住しましょうか。受け取ってください、プロポーズチョコです。おお。そこまでいっちゃったの。ふわ、ね、浮いてるね。浮いてるね。ふわふわしてる。ギャラクシーだよ。ギャラクシーするよねこれ。ギャラクシーの素晴らしき。声が聞こえるわけないんだよ。確かに。マジです、やめろマジです。空気ないから音って伝わんないんだよね、うん、しかもここの中だけに反響して。確かにそ う, そう。じゃあ口パクで言ってたのやっぱ伝わっちゃうじゃない。そうだよ ね, だね。口パクで独身で、ね、あのヒロインでもあの口パクでやりますからね。口パクでやりますからね。皆さんに感じ取っていただいて、ね、やっぱそうじゃない、ね。そうです、私がねこうやってこうプロポーズをしたというところで。いやまあプロポーズはでかい。素晴らしき。プロポーズいただきましたというコメントがありがとう。いいじゃないの。永住するんでしょ。永住します。なかなか大変な永住ですけれども。はい、そうなんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、マジ怖いね、これ。やばい。